うなぎだいチャンネルへようこそ。夏の土曜の丑の日が近づくと、ありがたいことにうなぎだいすく .com には各種メディアから取材の依頼をいただきます。その中の質問で割といただくのが、チェーン店のうなぎはどこが美味しいですかという質問です。うなぎだいすく .com はうなぎ屋さんを応援するために作ったサイトなので、基本的に食べるのはうなぎ専門店がほとんどです。しかしこのようなご質問をいただいて、チェーン店のうなぎを食べないで批評することはできません。なので数年前からチェーン店のうなぎも時々食べるようになりました。今回はおすすめのチェーン店のうなぎの一つをご紹介したいと思います。数年前にチェーン店のうなぎを食べ比べてみて、海鮮居酒屋チェーンの磯丸水産のうなぎが他のチェーン店にはない香ばしさを感じました。他のチェーン店との違いを知りたくなって、思い切って磯丸水産へ問い合わせのメールを送りました。すると次のようなメールが届いたのです。当店も140店舗あるチェーン店ですので、他のチェーン店同様蒲焼加工品を使用しております。産地は中国産のものです。他のチェーン店との違いは、加工された蒲焼を店舗で再度蒸し、味付けし直し、準備したうなぎをオーダーが入ってから焼き色がつくまで焼いて専用のタレをつけてから提供しておりますので、ふっくら加減と味は独自のものになっている商品です。今回土曜の丑の日に合わせて期間限定で1000円を切る価格を設定し、イベント的に食べてもらいたいのとの思いで、大きさも肉厚になっていますので、コストパフォーマンスは売りだと考えております。丁寧なご返信ありがとうございました。はい、というわけで今年も磯丸水産にやってきました。こちらは磯丸水産柏東口店です。店の入り口にはメニューの看板があります。さてと、はい、これがお目当てうな丼です。入店して念のためメニューを拝見しましょう。うなぎ半尾乗った並うな丼、うなぎが一尾の上うな丼に蒲焼き定食、蒲焼き単品の豪華ラインナップです。10分着でお願いしたうな丼並到着です。良い香りがしてふっくら美味しそうですね。お吸い物もついてますよ。それではいただきます。では蒲焼きからいただきます。美味しいです。専門店のうなぎを食べつけてるとややうなぎ臭が強いかなと感じましたが、柔らかさ香ばしさはお値段以上の価値があるのではと思いました。そしてお吸い物にもう一工夫あるとグレードが一段アップすると思います。うなぎを食べる雰囲気を度外し、気軽にサクッと食べたい人にはおすすめですね。ということで今回の実食レポートは磯丸水産柏東口店からお届けしました。今回のレポートが良かったよという方はチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。